ジオネームベーコンレタスさんからいただいたんですけど、これは、ね、どっちがどっちだろう、まあ、選手が女子ですよ。なので、そうですね、これ陸上だと思うんですけど、で陸上で多分中距離選手ぐらいだと思うんですよね。そこ大事ですよね。そこ大事です。400m から 800m ぐらいで、まあ、400m としましょう、はい、で 400m の選手で、でまあ、コーチなんですけど、もうこれ見た瞬間に分かるじゃないですか、この2人、うんうん、どうかというと、もう実業団ですね。実業団で、もうすごい名選手だった、40歳の野島コーチ、リアルの名前やめてますね。コーチだけでいいんですけど、コーチだけでいいんですけど、はい、で平野さん選手として、はいはい、もう大学出たばっかりですよ、うん、でもうただ今までこんな素敵な大人の男性に会ったことがなくて、うん、すいませんがもうそういう関係に2人になってます。あらら、バカじゃないのかと。じゃないんだ。でもだけど、うん、もう傍から見るとそのなんですか、コーチの方は傍からね、もうすごい真面目な人に思われてる、真面目だし、しかも堅物だと思われてるんだけど、もう平野さん天真爛漫な人ですから、はいはい、でもそれは人前では出しちゃいけないぞっていうふうに言われてるので、でこう言って、ここまでのところはなんですかね、周りにちょっと聞こえてもいいところが1個目と2個目、はい、ここら辺はもう周りのことを気にしながらだけど、2人しかいない、2人の世界です。周りが見るとなんかこう明らかに真面目にこう打ち合わせしてるように見えるように、だけどこういう中身っていう風に、はい、語っていただいてもよろしいでしょうか。わかりました。なるほど。それでは陸上競技場のこうきっとトラックの横ですよね、選手とコーチで野島さん、平野さん、お願いします。そのくらいで喜ぶな。お前より強い奴は5万といるんだぞ。昨日はあんなにデレデレだったくせに。ん？なんか言ったか？うん。なんでもありません、ユーだ。なにこれ？なにこれ？なにこれ？もうアニメ化する？どうする？なんか君のいる街、あ、鈴鹿みたいなやつする？するか？いや、ちょっと待ってください。これもう、なんか、ねいつものね、コーナーと全く違うリアクションが1個ありますよ。はい、ラジオネーム CC さん、なんか腹立つっていうコーナーが腹立つ。腹立つ。いや、多分これが、あ、じゃあ、ちょっと実験してみましょう。実験。うん、多分、今のところ、全員同じことを、うん、野島さんがコーチの今の、うん、なんか言ったかっていうのを、うん、もう、すごい、なんですか、女子に、じゃあこれ、シチュエーション説明すると、はい、そういうふうにこう、なんですか、女子に、こう、言われて、動揺してるのに、それが出ないように隠して言っている大人の男性じゃないですか。はい、そしてこのセリフだけ言うとどうなりますか？なんか言ったかっていうのを女子に対して隠れて言ってるところで、ちょっと女子からするとキュンと聞いていいところじゃないですか。そうですね。私目つぶってそこだけ聞いてみましょう。今度一人で野島さんがさっきと同じシチュエーションです。こうなんですか、実はなんか言ったかだけ、そうですよ、なんか言ったかだけのところを今のシチュエーションを想像して言っていただきましょう。では、はい、野島さん、本当は照れてるのに照れ隠しで今のセリフどうぞ。もなんか言ったか。ほらいいもん、でさっきの平野さんのリアクションなしで、前振りなしで野島さんが言ってたやつだと、ゆうかげさんがもだえすぎて砂糖をぶちまけそうみたいな。何かこの時間帯に砂糖を持っていらっしゃるんだ。夜中の12時20分に参加してると思うんですけど、今ので分かった。これ一人の方が掛け合いよりグッとくるね。そういうことだ。なるほどね。じゃあこういうパターンもあっていいと思う。